最初からこれやろうなんてひらめくやつなんてさ、だいたいそういうのはイカサマ野郎なんですよ。あのフラワー TV ずーっとこうやって花束作ってるの見てて、あの申し訳ないけどその辺の花屋よりみんなうまいんですよ。ちょっとある組織にしとかないと、またあのほらまた前回みたいなあの査問委員会にかけられちゃいけないんで。はい、皆さんこんにちは、フラワー通信です。入った。はい、まあそういう企画になってます。まあ最初から言うとですね、ファン感謝デーを今日はやります。ファン感謝デーというのは、まあいくつとは決まってないんですけど、今日はねここでデモンストレーションをして、出来上がった作品を皆さんに、まあ3000円均一でお譲りするというね企画です。はい、では行きます。行きます行きます。なかなか行けないんですけど、まあアレンジなんでちょっとこう念取りしていきますね。これね、さてさ、こっちのドラセナも少し丸めていきます。あったよね昔ね。でもなんか最近あるよねあれね、ミルクセーキね。ああ、これねフレームっていうフローラルフォームですね。あのね価格はね、多分ね、すっごい安いんですよ。安いんだけど、めっちゃくちゃこれ多分使いやすいです。ちょっとびっくりします。資材屋がね、すごい勧めてたんですよね。なんで、ちょっと、仕入れてみたんですけど、オアシス社の、マックスライフか。マックスライフよりも、はるかに使いやすいですよ。マジで。ブランド品と一緒ですよ。ブランド品のブランドロゴ入れないと一気になんか安くなるじゃないですか。同じ品物が、あの素材は全く一緒なのに、カバンとかね、ほら バッグとか持つ財布とかああいうのって そういうとこあるじゃないですか。あれと同じだと思います。これマジいいですよ。おお、サクサクいくな。おお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 お、これはちょっと見っけもんだぞ。アメリカ大陸だって発見じゃなきゃぐらいすげえ発見だなこれ。このトルコはすごいよね。昨日市場で見つけちゃったんだもんね。超かっこいいなこれ。いやでもこのフレームやばいな。やっぱりフレームやばい。危なかった。はい、これで完成ですね。
また、だってあの、クルーズ船みたいなのもね、いるしね。横浜の、あの、なんか、なんつうのかな。うん。あれも経験をね、生かしたらよかったような気がするんですけどね、あれね。全然生かされてない気が。サンダーちゃんを見ますわね。できました。この左側にやっぱり上がってくるドラセナですね。ドラセナが、ポイントですかね。まあ、大変というか、まあ、横型が得意な人と縦型が得意な人がいるんですよね。横型キラーいますよ。基本的にさ、最初からこれやろうなんてひらめくやつなんてさ、だいたいそういうのはイカサマ野郎なんですよ。でこうやってやってるうちになんかひらめくでしょ、きっと。イカサマ野郎ジョー&パンチなんですよ。皆さんどんどんね、こうコメント、チャットとコメントに入ってくるとね、コミュニティがねどんどん活性化してくるんでね、素晴らしいですよ本当に。え、オッケー。ちょっと待ってね、今器を持ってこよう。この角度で傾くんだったら横に入れちゃうんだな。もう絶景は見えない。絶景、え、絶景見えてんでしょ。見えてないのみんな。あんまり僕あれ見返してないからよくわかんないんですけど、見えてないのあれ。はい、できました。次はちょっとこうきれいめ系な色合いのきれいめ的な感じでいきますか。まあこういう風にちょっとこう合わせてね、可愛くしてみます。フラワー TV ずーっとこうやって花束作ってるの見てて、申し訳ないけど、その辺の花屋よりみんなうまいんですよ。いや、知らないか。ちょっとある組織にしとかないと、またほら、また前回みたいな査問委員会にかけられちゃいけないんで、ね。全然こう、悪いことはしてないのに査問委員会にかけられちゃうんでね。とある組織はすぐにね。こういう感じです。懐かしい名前が出てきたな。
はい、お湯完成ですね。ではですね、皆様、今日も遅くまでありがとうございました。もう2時なんで早く寝ましょう。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。まあこちら応募しておいてください。